エリマキライチョウは、キジモクライチョウかエリマキライチョウ属に分類される、鳥類。アメリカ合衆国、カナダカナダアメリカ合衆国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 、カナダアメリカ合衆国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 アメリカ合衆国、カナダ全長39.2から46.6センチメートル。 翌朝オス17.1から1 9 3センチメートル、メス16.5から1 9トル。体重0.6から0 7キログラム。胞子は羽毛で覆われない、陶器になると後に串状の突起が現れる。オスは目上部にオレンジ色の肉質がある。下記は開けた森林、陶器は新葉樹林に生息する。植生は雑食で、植物の目、葉、 果実、種子、昆虫などを食べる。繁殖形態は卵性。婚姻形態は一夫一妻性。オスは、頸部側面の羽毛やお葉を逆立て、鳴き声を上げたり翼を震わせて、音を出して求愛する。4から5月に、地面のくぼみや木の根元に枯葉を敷いた巣を作り、6から15個の卵を産む。放卵期間は24日。娯楽としての狩猟の対象とされることもある。 ありがとうございます。